い、ということで今回も、前回に引き続きカマセブンの皆さんにお話をお伺いしたいと思います。今回は、同率3位になりました藤井光大選手と小澤悠希選手にお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。たくさんいらっしゃる中で同率ってすごいですね。すごいですね。たくさん票いただいてね、はい、どうしました。いや、どうありえんのかなと思っていやいやいや、今日出てましたよ、ちゃんと数字に。今日はね、まあ、でもね、こうや俺に負けたくないって言ってたんで、だから多分わざとそういう風にして同率にしてくれたんじゃないかな。あれ本当は多分僕の方が上だと思うんですよ。そこは広報さんどうなんでしょう。あ、同率なんだ。じゃあ一応すっきりしたところでポスターの出来上がりはどうですか。これ笑いよるし、これちょっとね、俺別にでいいですよ、はい、俺は取っていただいて、はい、ちょっとなんかちょっと悪意がありそうなのがちらほら。そうだね、小澤選手どうですか。こういう顔してるんだよな。小澤さんそうでもいつももっと普通な顔してる意味だから、いつもじゃなんか変な顔してるんだよ、これなんか。そう、まあ、必死さは出てるけど、あでもまあ小澤さんらしいって小澤さんらしいですね。小澤さんらしい一生懸命なところがね出ちゃいましたね。出ちゃいました。そしてメンバー入りしてほしかったと名前が挙がったのが高橋裕二選手。まあ、顔はでも本当ずば抜けてるから、はあ、男前ですからね。この3番と5番の顔は3番と5番、3番でも普通の顔してるよ、うん、もうこの顔は平たいと平たいと平たい、はい、3番はやっぱチーム内でもちょっと男前説が出てるんですか。そうですね、これ近くで見たらダメなんですよ、もっと遠くから見てくれないと。ちょっと鼻らかしてもらう、あのスタンドから見るぐらいが多分ちょうどいい。ちょっとそうですね、はい、ちょっと下がってる。ということで藤井選手少し離れてみることに。どこまでカメラの前やってきて。どこまで寄ったらやばいです。ダメかな、ちょっと行ってみて。どこまでが限界。どこまで限界。ここまで寄ったら多分まずい。いや俺はここまで行きます。それヒゲだもん。ヒゲがもうそれアピールだ。朝撮ったのにもう。うわお前やっ男性ホルモンがすごいですね。すごいですよ。もうでも女子力高いですからね。よりも上手ですね。上手ですからね。はい、あともう一つちょっと、はい、聞いておきたいことが、小澤選手に対してはですね、皆さん、はい、ブログの力だと。別に宣伝することは別に問題ないし、逆にしない人の方が、うん、まあ、できるものは使う、はい、そうですね、それが大事だと思うので、はい、別にそこは非難されても、そうですね、まあ、それは盛り上がればそうだよね、そうですね、はい、せっかく、まあ、チームを挙げてやっている総選挙ということなんで、はい、俺は3位だと、うん、人気があるんだと、はい、ということでいいでしょうか。はい、結果が増えてですね。すがすがしい、はい、すがすがしいですね、はい、素敵ですね、はい、ありがとうございます、はい、素敵なヒゲ男爵、はい、どこ呼ぶ。次は独特の雰囲気を持つ2位のあの選手です。永田選手かなり上位に食い込みました。2位ですね、はい、どうでしょうか。2位と聞いた時の気持ちは、期待されてる分、はい、ドキドキします。全然あの表情からそのドキドキ感伝わってこないですけど。本当ですか。最近よく街でこのポスター見るんで、うん、はい、すごく嬉しいです。では後半戦に向けて意気込みお願いします。まあ、しっかり目標の勝ち点50をできるだけ早く取って、であと残り取ってから残りをしっかり、まあ、僕たちができることをしっかりやりたいなと思います、はい。2位の中田亮太選手にお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございます。ラストは沼っちの愛称で親しまれているみんなの人気者あの選手です。はい、ということでいよいよ第1位、はい、センターの沼田選手にお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、1位ですよ。はい、みんな沼っちに入れたよっていうの結構聞いたんで、どうなんやろうと思ってましたけど、まあでもありがたいですね、1位取れて良かったです。まあ今回このカマセブンのポスターということで、はい、メンバー入りした皆さんにお話をお伺いしてるんですけど、はい、ユージが入ってないのはおかしい、うん、もうここにイケメン的にここに高橋ユージ選手を入れてほしかったっていう選手の希望もね。あ、絶対木島さんでしょ。直接俺に言うてきましたもん。お前とユージが変わったらちょうどええわとか言って。まあまあまあそこはね、はい、まあ、愛情のね裏返しですよね。でも悪くないと思います。そうですね、かっこいいです。かっこいいですね、はい、意気込みが伝わってきますね。そうですね、はい、わかりました。では沼田選手、まあ、後半戦用のポスターもできたということで、はい、後半に向けての、まあ、意気込みを
そうですね、前半戦は結構いい感じで勝ち点も取れましたし、まあ、目標の50の半分の25取れたんで、まあ、後半戦はもっと取れるようにして、まあ、自分自身も結果残せるようにチームに貢献できたらいいなと思うんで、ぜひスタジアムに来て応援よろしくお願いします。お願いします。そういえば、あの木島選手は沼っちっていう愛称すら知らなかったですよ。マジですか、興味ないじゃないですか。でもね、テレビの前の皆さん、沼っちってぜひね、はい、呼んでいただけたら、あの沼っちスマイルで返してくれると思いますので、はい、ぜひぜひ皆さん、ぜひ会場の方に足を運んでください、はい、よろしくお願いします。はい、ということで最後は第1位の沼田選手にお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。次回のホームゲームは9月13日アビスパ福岡と対戦します。会場で選手たちを応援しましょう。